皆さん、こんにちは。カトゥーンの中丸雄一が休業することが6日、分かった。この日、出演しているテレビ各局に、所属事務所を通じて申し入れた、今週末の番組から出演を控えると見られる、キー局関係者は、詳しい理由は分かりませんが、何らかのスキャンダルがあったようです、と話している。中丸は今年1月、元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さんと結婚し、公私ともに順調と見られていた。中丸は個人の仕事も多く、現在は日本テレビ週一、日曜全730、テレビ朝日系朝だ、生です旅サラダ、土曜前800、テレ朝、家事やろう、火曜後800、などに、レギュラー出演している。8月7日朝4時、カトゥーンの中丸雄一が休業すると、スポーツニッポンが報じた、休業の理由は明らかになっていないが、時を同じくしたナンバーワン週刊誌の予告もあり、SNS 上で不穏な声が渦巻いている。スポニチの記事によると、中丸さんは6日、事務所を通じて出演している、テレビ各局に休業を申し出たとのこと。中丸さんは、週1、日本テレビ系日や、朝だ、生です旅サラダ、テレビ朝日系、家事やろう、全道、などにレギュラー出演している売れっ子ですが、今週末の番組から出演を控えると、そして、同誌の記事には、何らかのスキャンダルが背景にありそうだ、と書かれているんです。女性誌ライター、さらに、スポニチ報道の数時間前の6日夜、週刊文春、文藝春秋、の公式 X、旧 Twitter は、超人気ジャニーズ衝撃密会スクープが7日昼12時に、週刊文春電子版で配信される、と予告ポストをしていたのだ。中丸といえば、今年1月16日に元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈との結婚を発表したばかり、結婚半年の既婚者の中丸が、スキャンダルの可能性がある休業が報じられ、超人気ジャニーズへの文春砲の予告、この不穏なシンクロニー X は大沸騰しているのだ。スキャンダルと聞いてすぐ頭に浮かぶのは不倫。まだ結婚して間もないけど、夫婦間で何かあったのかな。カトゥーンの中丸のスキャンダルは、今日文春が出すジャニーズ密会のやつかな、新婚早々不倫か、普通に考えれば不倫だろうけど、詳細はわからないけど、先にニュースが出るってパターンは何にせよやばそう、スキャンダルで休業だったら不倫、未成年、とか想像してしまうな、といった声が飛び交い、中丸の名前や、彼の愛称にちなんだ、ゆっちどうしたなども、X でトレンド入りしている。中丸さんは嵐二宮和也さんが中心でやっている YouTube チャンネル、よにのチャンネルのメンバーでもありますから、そちらを心配する声も多いですね。また、カトゥーンはメンバーの脱退、不祥事が多い中で中丸さんは、ノースキャンダル団でもあった。まだ休業の詳細が明らかになる前から、紆余曲折を経て3人になったのに、さらに減るのでは、とショックを受けているファンもいますね。前室の女性誌ライター、カトゥーンのグループ名は、結成当時のメンバーである亀梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中幸喜、上田達也、中丸の6人の頭文字から命名された。しかし、赤西が2010年7月、田中が13年9月、田口が16年3月に脱退。赤西と田口は独立の意思を表明してからの退所だったが、田中は退所理由が度重なるルール違反行為であり、17年5月に大取締法違反で逮捕、後に不起訴処分、さらに22年2月には覚醒取締法違反容疑で逮捕されてしまい、23年12月に懲役1年の実刑が確定、今年2月16日にも医薬品医療機器法違反、指定薬物所持の疑いで警視庁麻布警察署から書類送検されている、後に不起訴処分、また、田口も脱退後の19年5月に、大取締法違反の疑いで逮捕起訴、判決は懲役6月執行猶予2年、されている。こういった不祥事の多さから、中丸の休業のニュースに対して、カトゥーンが残り2人になってしまうじゃないか、カトゥーンじゃなくて、T になってしまうぞ、中丸くんもギリギリでいつも生きていたか、ギリギリを生きてるなぁ、経由しか残ってない、マジっすか、といった、過去のメンバーの脱退を絡めた声も多く寄せられているのだ、ギリギリ、というのは、カトゥーンのデビュー曲で不良を意識した楽曲、リアルフェイスの歌詞にちなんだやゆで、メンバーが不祥事を起こすたびに、ファンが用いているワードである。カトゥーンは田口の脱退後に、
充電期間を経て2018年に活動再開し、昨年は3人体制になってから5年目の節目の年でもあった。文春砲による不倫説も言われる中、中丸の活動休止後、グループはどうなってしまうのだろうか。8月7日、スタートエンターテイメント、旧ジャニーズ事務所、所属グループ。KAT−TUNの中丸雄一が休業することを、スポニチが報じた、同誌によると何らかのスキャンダルがあったとされている。この衝撃ニュースに対して SNS 上では、中丸マジか、文春砲かな、3人の中で一番まともそうな中丸何があった、中丸休業ってどういうこと、脱退とかではないよね、それは信じたいけど KAT−TUNどうなってしまうの、週刊文春のスクープによるスキャンダルを心配する声や、KAT−TUNの今後を心配する声も上がるなど、真相をめぐって混乱が生じている、赤西仁、田中聖、田口淳之介の脱退以降は3人で活動しているKAT−TUN、問題児グループとも揶揄された彼らにおいて、一番まともと評されていた中丸に何が起きたのだろうか。芸能レポーターによると、文春の公式 X では、事前に超人気ジャニーズ衝撃密会スクープとの予告が出されており、8月7日の正午に週刊文春電子版で公開されるとのこと、これが中丸の休業に関連しているかはわかりませんが、タイミング的に可能性は高いと言える。元日テレアナーナで、今はフリーで活動する笹崎里奈とは1月に結婚したばかり、仮に中丸の不倫とするならば、早々に夫婦のすれ違いがあったのか、2023年末に日本テレビを退社、未定だった笹崎アナの進路について、週刊女性は中丸の実母から証言を得ていた。なので、いつか結婚したら、お仕事は続けたいの、辞めたいの、と、笹崎さんにズバッと聞いたことがありました。その時、専業主婦になりたいです。きっぱり辞めます。って、息子は、そこは自由にしていいよ、と言っていたので、アナウンサーを辞めたのは彼女の意思なはず、もったいないとは思ったけど、彼女は家庭的で、お菓子作りや料理も得意だから、主婦も合っているのかも、仕事を辞めて専業主婦として、中丸を支えるはずだっただが、結婚後はというと即、インスタグラムを更新してフリー転身を宣言するのだった。もちろん、中丸も彼女の意思を尊重したのでしょうが、お互いに多忙な身であるゆえ、描いていたような新婚生活を、送ることができなかったのかもしれない。いずれにしても、週一、日本テレビ系日や、朝だ、生です旅サラダ、テレビ朝日系、といった、主婦層をターゲットにした番組への出演が多い中丸だけに、本当に女性絡みのスキャンダルであれば、まともとのギャップは大きく、休業はやむを得ない措置でしょう。前出芸能レポーター、6人から2人へ、KAT−TUNファンは気が気でないだろう。KAT−TUNの中丸雄一さんが、結婚したことを16日に発表しました。お相手は、元日本テレビアナウンサーの、笹崎里奈さん、31、だということです。中丸さんは、1983年9月4日生まれの東京都出身、KAT−TUNとして、2006年3月に、リアルフェイス、で CD デビュー、コンサートなどでは得意のボイスパーカッションを披露し、話題となりました。個人としてもドラマや映画にも出演しながら、2011年から現在まで日本テレビ系の情報番組、週一に出演しているほか、2023年には漫画雑誌、月刊アフタヌーンで、漫画家デビューを果たすなど、多岐にわたり活動しています。一方、笹崎里奈さんは、神奈川県出身、2015年に日本テレビにアナウンサーとして入社し、報道番組、おは、4ニュースライブやスポーツ番組を担当しました。そして、2015年9月からは入社1年目で日曜日の情報番組、週一にレギュラー出演、2018年までの約3年間番組を担当し、この期間に中丸さんと共演を果たしていました。中丸さんは16日にコメントを発表し、この度、中丸雄一は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。現在、様々な分野で芸能活動ができているのも全ては、応援してくださるファンの皆様、それから支えてくださる関係者の皆様のおかげであると日々嬉しく感じておりますと、感謝の思いを綴っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。